はい、どうも皆様こんにちは、サソリコウモリです。前回引き続きポケットモンスターの続きをやっていきます。前回、このサイクリングロードの続きからだったんですけれども、じゃあ最後まで行ったんですけれども、関地区シティに行くのか、また上にまで登ってとくるところまでから、登ってきてからスタートしてます。ぐちゃぐちゃか。やばい、ヘドロ攻撃。これがそこそこ効くから行ってんだよな。下も毒るし。この毒って3割ぐらいのはずやのに、めちゃくちゃ効くよな。体感5割以上毒らってる気がする。死ぬ。2回転力やらんといかんのと考えると結構きついな。お前ヘドロ攻撃つけへんのけ。いや、それでもきついわ。毒って食らってポンポンポン。この次のターン攻撃に回る。OK。九州に当たらんかな。Okay, レベルアップ。電撃の威力もさっきよりも上がったもんね。いて37切ったら回復。電撃やねんけどな。電には電を入れとか。毎回油断しておく。ラゴンってミズエスパーやったっけ。またまた動画使える。シャレ聞いてんな。またまた動画使える。ダメで5入って37か。最初のタイミングやろ。 OK、 直撃。痛い。はい、ここまでのご視聴どうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならばチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。